ンジの天海幸和です。はい、今日のサバゲの動画はですね、こちらでございます。じゃん、何の変哲もないハンドガンです。ですね、以前ですね、この動画にてマガジンのね、見てから販売されているマガジンウォーマー のレビューをさせていただいたんですけど、まあ、その後ですね、ちょっと問題が起きまして、というの問題っていう問題ではないんだけど、普段はロングマガジンをまあこうやってぶっ刺してやってるわけなんですけど、まあ実際ね、この今の冬場なんです。マガジンウォーマーに入れて温めてたとしても、例えばフィールドインして入れました、でホルスターに入れてる間にどんどんマガジン冷えてんじゃねっていうことになっちゃって、実際このマガジンウォーマーをのレビューを出した時には結構いい感じで撮影はできたんですよ。発砲はできたんですけど、ですね、先日ですね、他のフィールド行った時にもう激寒だったんですね。激寒の中でやった瞬間に同じように使えるかと思ったら使えなかったんですね。結局結論として、まあマガジンウォーマーでね、マガジンを温めたとしても、まあそんなに使えねえんじゃねえかなっていうね、すき焼き場ぐらいな気持ちになっちゃったんで、今回ですね、新しいアントロジェクトから発売されている、外部操作レギュレーターですね。グリーンガス、レギュレーター、メーター付きっていうのを購入しました。で、購入したんですけど、最近ですね、この、なんだろう。今までの我の経験上で、この外部操作って結構ダメなフィールドの方が多かったんですけど、最近その CO2 ハンドガンとかが、出てきたんで、結構 OK なフィールドも増えてきたんじゃないかなと思ってて、で、まあだったらね、買ってもいいかなと思ったんですよ。で、まあ昔ですね、まあ我が中学生ぐらいの時に、まあこのレギュレーター持ってた同級生がいたんですけど、その子が持ってたものとどう違うのかなっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。で、まあね、こんなのね、買っちゃったわけですけど、単純に言うと CO2 買った方が良くねっていうぐらいのお値段だったんですよ。ちょっと頑張れば CO2 買えます、これだったら。なんですけど、なぜ買ったかというと、我的にはこのベレッタと、マルゼンのワルサーなんですけど、これはもう昔から使ってるやつなんで、我は仲間を見捨てないということで、まあ、最後の最後まで使い切るということで、まあ一回ね、ちょっとね、試しに使ってみようかなと思って今回購入しました。はい、というわけでね、今回買ったのはそのサンプロジェクトさんから販売されてるものなんですけど、まずこのレギュレーターの、なんだろう、ちょっと待ってね、これね、用意はるちょっと待ってね、グリーンガスの、レギュレーターセットっていうのを購入しました。で、この購入した中のセット内容というのは、まずこのカプラプラグセットっていうやつと、このホイール、ホース、6ミリのホイールホースというのがついて、確かに送料込みで、2240円ぐらいだったのかな。で買いました。じゃあまあとりあえずね、中身を見ていきましょう。でこれはまあ必要なやつなんで、まあ、まとめて買うと安いよみたいなこと書いてあったんで。で、我的にね、まず、ここか。これを見ていきましょう。これはね、多分、まあ、見たまんまなんですけど、この、グリーンガスを、多分、お座敷シューター用なのかな。まあ、こう、取れない。取れた。よーし。こんな感じでしょ？多分ね。多分そういうことだと思います。で、まあ先ほど言ったんですけど、我、中学校の時のもう30年前ぐらいからこれはあります。これじゃないのかもしれないけどね。まあこういう外部ソースのやつがあって、まあ同級生はね、Q3R、多分ケースなのかな。あれどこのやつだったんだろうね。で、これと、まあ、まあこの外部ソースの必要なもの。でね、これびっくりしたのね。このダイヤルあるじゃないですか。こうやって開くと閉まるがあるわけですけど、びっくりしたのは、このね、メーター、わかるかな？このね、メーターがすげえちっちゃいんですよ。めっちゃくちゃ。
嘘だろうと思ったけどね。うん、まあというわけでね、これを要はこのこっちのホースとかいろんなのをつけてみた上で、まあそうですね、まあ我々的にはこのベレッタの方を重宝してるんで、まずベレッタで使ってみて、でその後にそのワルサーの方にリキッドチャージとしてはもう使うのやめようかなと思ってます。はい、じゃあちょっとやってみますね。はい、じゃあちょっとね、ジョキジョキって切ってくるね。なんかこういう時ってね、ちょっとね、開封の儀って楽しいよね。で、まあ、はい。開封の儀って言っても、大したことはしないんだけど、これとこれでしょ？うん。どっちがっていうのはないんだね、きっとね。じゃあ、まあ、とりあえず、なんかどう、つける、あれがあんのかね。一回グッと入れたら、あれしたんだけど、これ、固定してんのかな？取扱説明書って書いてあるけど、ちょっと待ってね、取扱説明書見てみてね。どういう風につけるのか書いてねえんだけど、これマジかよまあいいや、しょうがない。じゃあまあとりあえずこれで今度このあのマガジンの方につけるやつね、こっちがボンベホの方で、こっちがマガジンのやつね。で、これマジかよ、これなんかガチッと止めるあれはないの？ちょっと待ってね、これこうなるわけじゃん。で、外すときは、おお、そういうことか。はいはい。OK です。はい、というわけで、じゃあ、一回ね、つなげた状態で空打ちにしてみたいと思います。お、一発、すごい。まあ、こう押さえてね、決めますね。あの、ブロバックがね、すごく力強くて、いいと思います。やっぱりね、この、つながってるっていう、このね、部分がつながってるっていうのがあるんで、この安心感もめちゃくちゃプラスになると思います。じゃあ、次はね、ちょっと弾を入れてみたいと思います。はい、というわけで、今度は、東京周りのバイオ BB 弾、0.2g の、10発ぐらいちょっと打ってみたいと思います。いきまーす。おー、体感としてはめちゃくちゃすげえ、すっごいブローバックの力と球の押し出しを感じられます。というわけでですね、これを実際、現場に投入してみたいと思います。というわけでね、まあ東京サバゲーパーク、この日はね、3月21日、我らのバースデーだったんですけど、こんな感じで、試写というか、しました。体感としては、すごくね、安定してる感じが良かったです。とにかく、なんだろう、よくリキッドチャージの時の、ブシューっていうやつがないんで、ガス、いわゆる、おもらしみたいのがないですね。で、これは東京マルイのタクティカルマスターを使ってるわけなんですけど、でこっちがね、マルゼンのワルサー P99 ですね、007 ですね。これもすごく良かったですね。特にこっちのね、ブローバックのリコイルっていうのかな、がすごくなんかこう手応えがあってね、良かったですね、これは。まあ、こうやって2マガジン目、まあね、結局ホースがつながってるから手間はすごいあるけど、その分なんかいいかなっていう感じですね、うん、だからまあ運用としてはマガジンウォーマーに普通のマガジン入れていて、で最初はこれで使うみたいな感じですかね。でこんな感じで、まあ、実際フィールドでも結構バンバンバンと、一見瞬時に抜いてもパッと打てるような感じで楽しみました。もうすごい、この日は本当になんか結構頑張りたいって感じしました、ね、
って芋って芋ってと思ったら小松でした。おお、不発を回収しに来た。まあこんな感じですね。まあ本当他にもね、だいぶソース使ってるフィールドあるんで、それも今度レビューしていきたいと思います。はい、というわけでね、またありがとうございました。2.7 ヒッター。